これガイド付きってこと？こっちに行けと。あ、穴ある。これでも敵であったらあれだよね、レンガで叩かないとダメな感じだよね。レンガマスター、レンガマスターとしてよっ。あ、ナイス、火消せるじゃない。あなた、あなた、あ、しかしバルブがないぞ。向きを変えるのかな。やったね。助かった。行こう。やれやれ、行かれた場所だ。モイラとクレアが辿った道を行くんだ。通信塔まであと少しだな。この辺りに見覚えあるか？うん、ダメ、覚えてない。うん、あのね、キャラクターはね、そうかもしれないけど、プレイヤー的には前回やったとこだね。見覚えありますよ。大丈夫か？うん、平気だよ。もう絶対このナタリアさ、最初はあのそのうち化け物になると思ったんだけど、案外ね、ちゃんとしたプレイヤーキャラだった。びっくりした。箱がある。あれ？これ関係ないのかな？あ、そっか。モイラで開けたのか、これ。さあ、じゃあ、追っていこう。これじゃ先に進めないな。あれ、なんか朽ちてるよ。どうすんのこれ。別の道を探すしかないな。別な道、ここ開けるのかな。向こう側から鍵がなんていうか穴開いてる。足跡出てる。鍵がかかってる。どうしよう。鍵を壊さなきゃいけない。その辺に使えそうなものはないか。おお、レンガあるじゃないか。わかりやすいなこれ。レンガマスターナタリア。よーし。よく頑張ったな。離れるなよ。うん。ライト消していった方が良さそうだな。これはなんだ？これはただのオブジェクトか？これこう一瞬行動みたいな風に見えてさ、入れそうなんだけどさ、入れないんでね、入り口塞がってて。いや、絶対それ敵だろ。違うか。何かいる。ちょっと待って、ナタリアで、ナタリアセンスでちょっと確認させて。あ、急にバリになった。おい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 。また新種の BOW が来たじゃねえか。もうゾンビだった頃が懐かしいわ。下がってろ。時代はなんか変わったな。え、下がってろって言われた。バリーで倒しに行くのか。いない。消えた。いないよ。いやー、もうなんかワンツースリーまではあれだったよね。基本ゾンビだったけど、このゲームはもう完全に BOW とかいう
ゾンビですらないもんだよね。お、何かある。ハンドガンの弾。バカ、ちょっとバリーさん、これライト消してくれる？敵に見つかったら嫌でしょ。なんかビチョビチョ言ってる。なんだこれは。でも敵っぽいのはいないけどな。いいよ。あ、弾がある。開けらんないのかこれ。連打か。なんか来てるよ。なんか来てるって影。噛まれたーん。何これもう。これ何あれ、どう見ても弱点。ああ、どうした。何か動いた。これあれ1個、これナタリアに渡しておこう。待てよ、これを A を押して連打すると来るから。やべ、それどうやってうまく避けんのこれ。倒したか。生きてんじゃん。助かったぞ。お、何それ、避けてたでしょ。そこ、報告になかったぞ。この島は完全に行かれてやがる。これ自動回復ないのか。そうだよな。さっきのは何？わかんねえよ。気をつけろよ。もしかしたらまだいるかもしれないからな。なんだよ、どこだよ、ぐじゅぐじゅ言ってんの。絶対いるじゃん、近くに。壁沿いを進もう。しかもダメージができねえんだよな。見えんす。見えないっす。あれ？これどこだ？はい、いやー、ライト消すと暗いし、つけるとなんか敵に見つかりそう。これは？あれ？どこに来たこれ。出てすぐのとこに戻ってきちゃったんじゃないこれ。なんだそれ。ライトをつけてないとまずいな。ちょっと恐ろしいよ。声が聞こえるな。いや、待て、いたな。
不意打ちできないかな、これ。あ、できる。よし。建物がある。ちょっと待て、入れるかな、これ。マップか。ナタリアさん、なんかない？ないねー。ハーブ欲しいな。お、窓から出れる。あー、上を見ながら行かないとダメだな。マップ見ながら。うっ、ちょっと待て、ちょっと待て。いるいる、何かいる。あー、いた。こいつに不意打ちが効くっていうのはだいぶ違うわ、これ。マップ上はこっちに行くのかな、これ。やばいね、これ。ちょっと緊張感高いな、これ。次触られたらもう、ハーブ使わないと死んでしまう可能性があるからな。箱がある。あ、違う。開いた。何取った？ルビーか。ちょっと待てよ。やっと抜けられそうだ。本当かお前。どっかから敵出てくるんじゃないのか、これ。もうだってレンガ落ちてるぜ。あ、樽がある。この状況下でハンドガンでなんとかせえと。お、いけそうだ、いけそうだ。よし。あの化け物どもウロボロスウイルスの特徴があった。ウロボロス、ウロボロスウイルス、恐ろしいウイルスだ。2年前に悪い奴らがアフリカでばらまいた。しかし一体誰がこの島に持ってきた？なっちゃんさん、出番です。そこに何かいる。気をつけて。え、どこにいる？あれか。ただの屍のようだ。これはなんだ。脱獄者の密告。傷だらけにはなったが、どうにか施設から逃げ出せた。今でも信じられない。あそこで行われていたのは、ただひたすら人に恐怖を与え続ける行為。また狂ってるとしか言いようがない。森で会った連中にその話をしても、どうにも信じてもらえない。やはりみんなあの救世主を絶対の存在と信じている。確かに俺も信じていた。事実を知るまでは。島の外に助けを求めようと通信塔から連絡を取ろうとしたが、まるで通じない。この島は孤立しているんだ。この事実を早く誰かに伝えなければ、島の連中はみんな食い尽くされてしまう。救世主と崇められるあの女に。ラスボスは女キャラ